u カーセスは端末に依存しない形式でテキストユーザーインターフェースを作成するための API を提供するライブラリー。画面切り替えを最適化し、リモートシェルで使っても0点子を最小に抑えるようになっている。u カーセスはニューカーシスの略であり、開発が途切れた 4.4BSD のカーシスの代替を意図している。従来のカーシスを使ったプログラムの移植は容易である。 しかし、端末エミュレータではなく、実際の VT100 などの端末を想定していたため、端末サイズの変更への対処などは、古いカーシスにはなかった。ムカーシスはターマン4、またはタームキャップを使うことができる。カーシスの他の実装では一般にターマン4を使っており、タームキャップを使うものは少ない。数少ない例外として、マイテン4は、両方を使っている。 プロジェクトリーダーはトーマス・ディッキーである。ムカーセスは GNU プロジェクトの一環として開発されているが、ライセンス条件は GNU、GPL GN や LGPL ではなく MIT ライセンスによく似たものとなっている。これは当時フリーソフトウェア財団と開発者が交わした著作権に関する合意によるものである。しかし、現在は フリーソフトウェア財団のソフトウェアであるため将来的には GPL となる可能性もある。ありがとうございます。